走り方見たときに、うん、もうおじいちゃんだね、ケンジ君。どんな走り方した？もうおじいちゃんのジョギングみたいな、もうモーションがもう。あ、そう。はあ、やっぱりちょっと走り出してさ、うん、前傾姿勢になったりするんじゃん。うん、もう反ってたよね。なんかお腹が前ってね、こう、ああ、やっぱ走り出すの見て。走ったなって。うん、分かっちゃうな、やっぱり。どうな、俺と同じです。何だよ、何だよ、お前。なんか、おめえ、行くわけもないよ。43。しかもあいつなんかもうずっともう激務に続く激務。そうだね。ああ。あたしたかな、寿命削ってるだろうな。削ってるよ。いつ休まんだよ、そうなのよ。ジャンクマは自分の勝手だけど。間違いない。ジャンクマが勝ったから相当気分良くしてんじゃない。結構ね、やっぱり結構かなり感謝されてるから、それはいいなと思う。風が好きだな、うん、よし、これでじゃあ修理直したかって言ってもらいいな、それ。あれ、カバン置いてていい？もちろん、多分よ。大丈夫よ。オッケーオッケー。ただ、見えないところってないの？なんで？結構。大丈夫だな、お前。俺もそう思ったんだけど、この間言われたんだけど、圧倒的らしいから。こういう、見えてるところの車上。いや、そうなんだよ。何枚ってないもんだって。悲願、ありがとう！悲願、ありがとう！めちゃくちゃいいよ、ほら。え？景色も。うわー！うわいいね、行こう。うん、あ、はいはい、あ、いいよ、それはしょうがないでしょ。あー、寄ってみる。間合い詰めますか。あのさ、全然関係ない、クマさんの弟いたじゃん。クマってわかるよ、クマディ、クマディ、クマディか、いや、名前何かと聞こうと思った。クマディか、そうそう、あ、うん、熊さんが大会に参加した時のあの面白話しちゃった。どの、なんか面白い話多分何個かあるでしょ。実行委員じゃん。あ、多分分かんない。実行委員、こいつが主に関係してる。で、熊どうしたの。何、ゼロスリーの大会でさ、うん、激闘劇場っていう確かあった、ね、京都で、うん、で、ケンちゃんは運営だったのよ、うん、で、熊さんの番が、ちょっと待ってね、ティッシュで風よけしてるんだけど、まだブーブー、多分ね、風が強すぎるんだと思う。しょうがない、これはもう。どれどれ、風が強すぎるだけだと思う。うわ、すごいね。こういうところがあるはずなんで。わ、いいね、うん、行きたいね。どこだろう。どうやって行くんだろう。結構遠いんだ、こっからまだこうやって行くの。相当でかいな。海は向こうだ。海向こう。もうでかっ。風がね、ごめんなさい、ちょっとね、強すぎて。あ、結構ボード言ってる。多分ね、この風よけ、これだとね、限界ありそう。まあ、しょうがない。風はな、本当に強かったらどうしようもない。逆にその風聞こえないようにしたら、俺らの声も聞かなくなっちゃう、多分。うん。分かるでしょ、言いたいこと。はい。そうなんだよ。まあ海辺だからね。ひえ、うん。ただ多分もっと寄って見れるところがどっかしらにあるはずなんだ。この向こう一回行ってみようか。あの辺すげえ濡れてたよ。頭になってた。こう気
はある。入っていいのあそこ。入っていいの。あそこの奥？あそこの奥は大丈夫です。あそこの奥入れば景色良さそう。あ、でもロープが引いてるか。ねえ、なんかね。うん、立ち入り禁止っぽい感じ。ぽい雰囲気あるな。雰囲気あるね。まあまあ行くだけ。行くだけね。はあ、でも空気がなんか東京の空気にも慣れてるからすごく新鮮に感じるな。空気がもう全然違うやっぱな。ここは富津岬。あ、そうなの。富津岬。っていうそのもう言い方がもう東京にないもんな。その小さい津がある地名ってなくない？ふっさってあるでしょ。ふっさって東京じゃないだろって。え、東京でしょ。ふっさって東京なの？あ、なんだろうね。ごめんなさい、日本で解決しました。ありがとうございます。ふっさ東京か。基地があるとこ。ふっさってふっさって立川の奥の方でしょ。うん、ふっさって基地があるんじゃないの？ない。基地あるの？知らん。米軍の？うん、なんかそういう、わかんない、なんかそういうイメージ。ふっさってあれ、これどうやったら向こう行くの？基地あるよね。あ、うん、そうなんだ。なんかちょっとアスレチックみたいな形になってきたの。日暮里とか西日暮里とかいろいろ出てきてますから。小さい津。小さい津のオンパレードですよ。まああるだろうな。これだってこの先はもう無理だろうな。あそこぐらいだったらこれ以上行けないよな。近いいい感じの場所があるといいけどね。いや、ぐるっと回ろうよ別に。空気はいいわけだから。空気はいいわけだから。そうだよな、手順が。ここっぽいね、あれっぽいね。トイレってあるのかな、ここで。ある。どうした？あ、トイレさっきの駐車場にある。あ、じゃあ行ってくるわ。じゃちょっと、じゃあターマルといて。うん、うん。はい。じゃあ、どうすかな。ここは岬に行くといいよ。岬の先端に行ける。岬の先端に行ける。ってことは歩いていけんの？あ、そりゃそうでしょ。うん、ちょっとトイレ行ってる間に下調べ行ってくるか。はい、あ、じゃあ、うん、俺待ってるわ。じゃあこのまま真っ直ぐ。うん、あ、車で行けんのね。さあ、皆さんの画面の中では多分ゴンタがどんどん小さくなっていく感じが映ってるのではないかなというふうに思いますが、まあ、僕らがこれが彼を見る最後になるのかなと。はい、ちょっとだけ追いましょうか。ちょっとだけ追いましょうか。なぜあそこで曲がったのかな彼は。なんかあれですね、偵察に向いてないですね彼は。彼は偵察に向いてないな、本当に。索敵範囲が狭すぎる。もうちょっと俺向こうの方行ってほしかったんだけどな。彼も多分向こうを指してたはずなんだが、なぜあそこで右に曲がってしまった。富津岬の先端の方に駐車場があるってことは、今我々が止めた駐車場じゃなくてもっと先端まで行って駐車場に止めればいいってことですかね。はい、すごいですよ皆さん、もう戻ってきてますこれ。早いんですけど彼帰ってくるのが。さあ、どん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 出かけられます。はい、うん、めっちゃ近づけるけど元気は話してくれたか。
画像の高台から一望みたいのはない。なんかね、違う、ね、俺もうちょっと向こう行くのかなと思ってたんだけど、とりあえず、コメントで岬の先端まで駐車場が車があるで行けるみたいだから、うん、じゃあ そう行こう。オッケー。なんかとんがってたからね、うん、確かに、うん、ということで、はい、彼の索敵は終わりました。終わりました、はい、いや、なんかずいぶん先まで同じだった、うん、ユニットとしては適正がないですね、彼は。これはちょっとシミュレーションで言ったら、ちょっと偵察兵としての適性は残念ながらないという。変わんなかったんだよ景色が。え？いけどもいけども。そう言うほどいけども言ってないですけどね、あれね。まあ確かに移動力はね、多分1ターンで1マス2マスしか進めないから一番遅れるやつね、うん、重装歩兵なのにジョブが索敵って言ってシナジーないですね。じゃあちょっと梅原さんがトイレにから帰ってくる、多分これがトイレですね。あれ、これトイレじゃない、全然トイレじゃなかった。さあ、トイレどこだ？トイレあれだ。トイレあれ。あれか。うん。さあ。さあ、ゴンタが犬に威嚇されてます。で、おそらく王はですね、王はこの皆さんの正面に見えるトイレの中に今いらっしゃる。車に戻りたいと思います。見つけられたよね、パパ。え、見つけられたよね、うん、いや、これ見つけられないわ。いや、俺だって殺敵能力ゼロじゃないですか。いや、まあね、君らはもう本当に、なんだろうね、俺以下ですよ、もう、うん、まあ、しょうがないよね。トイレは入らないですよ、さすがに。僕ら自分たちの車に戻りますから。まあ、ここに誰か待ってる。え、待ってる。ああ、はい。つってもそこだけどね、車ね。椅子？あ、これ？じゃあ、岬の方に行ってみたいと思います。せっかくなんでね。これはそうすると多分、だからゴンちゃんあれよ、はい、向こうもっとこの先に行けばいいんじゃない。そうだね、うん、先の方まで行くよ。そうだね、じゃあその間はこうしばらくお待ちください、皆さん。そう、うん、海沿いは風がすごいな、ビュービュー吹いて。アジフライ美味しかったの。まあ、うまいっちゃうまいよ。いや、お前、うまいっちゃうまいだとあんまうまくないみたいな。うまい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 。
っしゃあ、でもまだ3時なんだね。うん、でももうちょっとで日が暮れちゃうよね。はい、確かに。うまい、肉厚だったしね。うん、うまかったよ。うん、ブルゲーが美味しかったですか？苦くなかった。お前、一番最初にまず美味しかったって溶けて。わかんないんだもん。コーヒーお好きなんですね。それしか記憶残ってないじゃねえか。いや、お前心が痛んでんだよな。あー、本当に小学生の時が最後かな。あ、そう。うん、好きを決めてやりたいと思う。なんか、そうでもね。まあ、いや、なんか何もやることなかったらって感じ。暇。その、うん、でも、もし行った施設にあったら乗るんじゃないかな。うん、俺ものすごい好き。あ、そうなの？ものすごい好き。ウォータースライダー。そう。好きそうだな。あのウォータースライダーがもう何十台ってあるところとか、本当に行きたい。東京マリンって昔あったの。もう潰れちゃったと思うんだよ。東京マリン西原にあったよ。西原にあったんだ。そうだよ。あ、そう、潰れちゃったよね。もうないよ。だよね。え、行ったことある？行きたかったんだよ。あ、いや、だってもう、いや、徒歩っていうか、もう、もう無理だから。本当？西原大臣があったよ。あ、そう。トンネルズとかな、来ててな。へ、あ、そうなの？そうだよ。トンネルズロケで。へー。東京マリン。行きたかったんだよ。潰れちゃうと思わないからさ。あー、なくなっちゃったね。そうなのよ。人気だったよ、でも確かに。スライダーの途中で引っかかりそうだけどね、君ね。詰まっちゃいそうだ。なんで急に狭まんだよ。いやいやいや、スライダーが。幅が広いから。ピタッピタッ。先端の方に行ってるので、電波ないかもですが。あら、可能性あるね。あ、確かにな。そうこそなんかテザリングとかで、なんかならないな。あ、これこうやって回ってくるんだ。あ、なるほどね。あ、じゃあもう本当に。それもうつきそうです。広告も止まってるらしい。広告が止まるって関係ないよ、広告はな。配信と、あ、これ写真で見た。これなんだ、なんかやっぱこれ展望台じゃない。これ展望台だ。うわ、かっけ、いいよいいよ。登ってみます。いいよいいよ。あ、ここだよ、ここだよ、さっきの写真のところ。ここだここだ。うん、あ、これ確かにここは店舗あるそうだな。バイカーの写真を邪魔して失礼します。いいね、あ、近くていいね。こっちこっちこっち、これだよ、これか。うん、さっきの写真はもしかしたら展望台からの写真かな。こいつ下手だな、止めんの。もっといっぱいあるんだから、広いとこ止めりゃいい。まあ、なんか開いてたら。いや、ちょっとどうする、ここにしろ、ここでいい、いいよ。そっち側多分大丈夫だから。三崎駐車場あるで。危ない危ない、風がやば。うわ、風やば、風やべえ、風やべえな、さすがに。 Is this a live stream? Yes! Yes! 風強い。はい、それでは皆さん、貴重な王が苦手と言われる登りに挑戦します。王の苦手な登りに挑戦します。はい、配信者って大変ですね。大変ですね。早い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 けど、なんか足の動きほど前進んでねえ気すんだよな。風がやばい、マジで風がやばいですね。なんか足素早く動いたんだけど、言うほど上がってねえんだよな。遅い。一段の
げえなマジで。ここはですね、富津岬です。富津岬
てんだな。30いかないか、これで30いかねえ。いや、これねアジフライ食べられましたよ、食べましたよ。めちゃめちゃ巻き上げられてキモい感じになってますね。寒くはないです。全然寒くない。むしろ暖かいぐらい。暖かいは言い過ぎか。さあ、これマジ軽い人、女の子とかだったらマジ飛ぶよ。これは岬行ってみ、飛ぶぜって。あまりの風の強さにですね、配信の機械がまっすぐ向けないくなるぐらい。あ、だよね。あ、だいだ、あ、これね、大丈夫なの。あの、良くなるから。全然リセットすれば。マジで風強かった。すごいね。半端なかった。一番上がやばかった。でも楽しかった。すごい数だったね。あ、この風、なかなか経験できないね。あんな風経験したことない。本当に経験したことない。すごかったな。もうちょい強ければ。いや、でも本当飛ぶよね。飛ぶ飛ぶ。飛ぶ。あの、行きますか。なんか忍者服部くんが昔、風呂敷でさ、
足でつまんで 指持ってって、あれ無理だろうと思ってたけど、この風だったらできるかもしれない。うん、確かに。近いな、42か。確かに子供危ないよな。子供と来れねえな、もしこれ来たら。子供は無理だね、これ。ちょっと今のは危険すぎる。どこで今何時だい？今3時。3時か。今ちょうどいいかじゃ。うん。ちょうどこれで戻って。4時ぐらいか。うん、ちょうどだ、ね。4時半ぐらい、4時前ぐらいになるから。だね。うん。ちょうどいい、ちょうどいい。うん、帰り。目的地までおよそ71km で、1時間40分ぐらいかかります。いや満喫しました。うん、今の展望台のおかげで完全に海ほたる行く必要なくなったよ。そうだな。もう海だもんな。絵は同じ。もし絵はこっちの方が良かったかね。ちなみに何ですか。ちなみにああそうそうそう、さっきのね、うん、早尾の名刺をね、うん、こういうものですよっていう見せようかと思ったけど、踏んだ？もしかして今ので。いや、ポケット入ったの？ポケットか。はい、あったあった。早尾の飯、海に消えた？いや、まさかね。さすがに。左上が早尾です。この、でも、名刺よりも雰囲気あるよ。本物。全然あったね。雰囲気はやばかった。うん。めちゃめちゃイケメンだよ。イケオシだね、イケオシ。およそ 1.8km。髭の整え方とか、うん、めちゃくちゃ綺麗。そう、ちょっと曲がった、めっちゃ綺麗だったね。コーヒー、めちゃくちゃ綺麗。好きなんですね。完全にお気に入りな。ともお気に入りだな。いや、だってさ、もうすごい、もう絵に描いたようなコーヒー、もうコーヒー屋のマスターの。もう星もう 五角形もう全部パラメータマックスみたいな人だったよ ね、 そうだね、服装から何から知識接 客雰囲気で、ね、リアリティと思ったか、そのあ確かに。あだってあそこにいて違和感がない人だったもん、あの雰囲気の中で。ねえ、ひときわ輝いてたもん、逆にむしろ、うん、あのおじさんでようやくあの店は完成って感じだよね。分かるね、うん、だって気取りすぎちゃったらちょっと浮いちゃうしさ、うんうん、年齢も必要だよね、若いとちょっと、ね、そうね、ちょっとね、なんかいいのはさ、うん、ほんとひげも整えておしゃれなんだけどさ、蝶、うん、ネクタイが曲がってて、うん、でシャツはくしゃくしゃなのよ、うん、でもそれがなんかいい味出してんのよ、まだわざとなんじゃない、うん、あれもしかしたらそうかもね、わざとでしょそれ、うん、あんなお前内装凝る男がそこで手あのミスするわけない、あえてですよ、あえてですよ、外しってやつ、うん、なるほど、確かにそれがあったから緊張せず飲めたってのあるよな、あれピシッとされてたら、なるほどな、まあ、別に塩キャラメルは緊張しないでダメじゃん確かにあれ頼んだ時点でもう もう何の 恥全部捨てたみたいな、ちなみに言っとくけどものすごい美味しかった間違いないだろうねものすごい美味しかった俺らはこれきっと美味しいんだろうなって飲んだ美味しい美味しいって飲んだ口に含んだ瞬間だけどやっぱこういうちょっとこうなんていうか離れた場所にああいう人たちっているんだな、なんかこうこだわった感じのさ、うん、まあ何より表情が良かったよ、笑顔が素敵でしたね、不思議とさ、ああいうあの笑顔で接客されると来てよかったなっていう気になるんだよね。うん。うん。まあ、大事だよ。大事、超大事だよ。およそ 1.4km で左。いや、経験したことない風も経験できるし。風すごかったな。すごかった。100キロ近い人間が前に進んだからね、風で。すごかったよ。まあね、逆にいいんじゃないの、まあ、逆にチャンスなのかな、うん、絶対無理だ、確かにここいる3人、3人ともマリンスポーツはしないね、
しないな。経験ある今までの1回でも。マリンスポーツって例えばどういう。サーフィンとかさ。サーフィンないな。ボディーボードとか。ないな。ウィンドサーフィンとか。ないな。何一つね。ウェイクボードとかもないだろ。ない。あの船に引っ張ってもらえる。ないないない。何にもないや。そうなんだ。俺もないんだよ。そんなのに興味あったっけ。あ、そうだよ。違いない。冬はあるの？冬もないもんな。冬も、うん、だから、まあ、スキー、スノボにさ、一回行ったじゃん、お前の。行った。あれっきりだもん。だよな。うん。この信号。あれ行ったの、いくつぐらいの時？うん、お前が長野にいる頃だろ。あ、そっかそっか。だからそこで考えればいいか。うん。いつだあれ？俺が5とかだから、お前じゃ22とか。そんなもんだな。21にか。うん、なもんだな。もうちょっと前に、中学生の頃とかに経験しておくと楽しいって思う。どうなんだろうな。まあどうなんだろうね。俺小6からスキーやってたけど、うん、1回たまたま吹雪に当たって、うん、その吹雪ちょっと吹雪いてる時にさ、うん、あのリフトに乗るじゃない、はい、リフトってもう身動き取れないわけじゃない、うん、前からバンバンかあの雪当たってさ、はいはい、顔が痛いのバンバン殴られてるのが嫌なっちゃったね。嫌なんだ。もうまあ本当に痛かったから、うん、もういいやってなった。スキーもういいやってなっちゃった。すげえ晴れてりゃいいけどさ。まあそういうわけにもいかないもん。行かないから。いやでもさ雪山行って普通に晴れてたら晴れてたら照り返しがすごいじゃん。下から、うん、ああ確かに。それすると結構きついんだよ。普通に日焼けしちゃうもんね。眩しいし。うん。ケンちゃんやるの？昔はよくスノボとか行ったね。ああそうなんだ。へえ。もう全然行かなくなっちゃったけど。それいつ頃まで行ってた？社会人になってからも行ってた？いや社会人になってやめた。まだよね。そうなんだよ、ね。怪我が怖いから。そう。それまではね、毎週。ああ、はいはいはい、分かる。結構だな。うまくは全くないけど、なんとか、なんとか滑れるぐらいだと思う。青森スキーやってたよ。体育の授業が好きだったからな、青森は。あ、そっか。うん、その分泳ぐ時間っていうかね、プールの授業が大体中止になっちゃうんだけど。ああ、なるほどね。あれが適温にならなくてさ。はいはいはい。水温がね。すごいな、体育の授業がスキーか。お、裏山でスキーできるから。すごいな。結構ない、そのお家があったところはその雪のその豪雪地帯っていうレベルではない。違うね。そうではないね。でも何メ、1メートルぐらい積もる。いやーどう、いやそれは子供の頃にあんまり覚えてないけどね。ただまあ雪かきはまあもちろんするし、はいはいはい、うん、あとはまあ冬場はあの霜焼けになるね。あ、そうなんだ、うん、手足が霜焼けってこっち住んでるとないじゃん。ないね。お前ある？なったこと？ないと思う。ないだろ。長野ですらないよ。長野でもないだろ、ね。うん、だ本当の北じゃないと多分。そんなとこでお前幼少期を過ごせばさ、うん、まあ東京の冬なんて本当半袖でいいよね。まあそっかそっか。実際半袖でいいわ。まあこの程度の寒さだって本当半袖で俺行けちゃうからさ、うん。何歳くらいまで青森なんだっけ？だから8歳の時にこっち来てるから。あ、まあ、丸々8年か。なるほど、ね、うん、0歳から数えると。はいはいはい、うん、まあ今考えたら思い遠いからね。方言とかね、どれぐらいで治った？ああ、でもまあ1年かかんないだと思うよ。うん、もともと家では標準語だったらしいから。ああそうなんだ。外に出るとそういうちょっと津軽弁というか、アジどうだった？うまかったよ。肉厚で。動物の足跡とかありましたか？いや、さすがにそれはないよ。意外と開けてたよね。ん？意外と開けてなかった？いや、今青森の話だろ、多分。あ、青森の話か。うん。
いや俺でもね青森ってほら最後に帰ったの多分13歳ぐらいなのよ、うん、だから一回ちょっとこの年になってみて青森をね、うん、あの自分の意思で 親についていくとかじゃなくて、うん、行ってみようかなっていう気にはなってんだな。まあ新幹線だろうな。新幹線だよ。あなんだよ、車ってこと。そう800キロだからな。800キロ。仙台行くじゃん、うん、さらに倍だから。あ相当だな。そうよ、京都と同じ距離だ。そうだいぶやばいよ。なる遠いな。仙台で一人運転だったらまあ仙台までかな。1日では行きたくないね。ちょっと仙台に一泊したいんですよ。確かに。そうだね。新幹線だと3時間弱ですけどな。うん、じゃないかな。京都より遠いんじゃないかな。東京京都より。クーラーかけようとしてる。やばい、この遠足の後のこのな原因不明の眠気が襲ってきた。いや絶対眠そうだ。俺絶対眠そうだな。やばい、なんかね、なんだろう、あの潮風ってなんか眠くなるよな。そうか。あでもやばいよ。潮風って眠くなる。潮風ってやっぱ眠り。あそう。うん。まあ、結構強風にこうさらされてちょっとなんか、うんね、なんかねぼーっとしちゃった。わかるよ、うん、やばい、なんか起きないと頭。なんかないかな話題。じゃあなんか話題を出してさ、うん、それでなんか喋ってこうよ。そうだよ、俺ら3人だから。そうだ、3人いる。ケンちゃんよろしく。いける。話題くれ。議題出して、議題出して、議題話題ましょう。早く寝ちゃう、寝ちゃう。寝るよ。でもさ、これさ、うん、立場的にさ、俺運転手じゃん、うん、で、配信者じゃん、うん、でも話題振るの一人しかいないよな。そんなのどうした、どうした、なんか素敵の恨みでね。こことのバカリみたいな。いや、違う、本当に苦手なんだよ。話題振るのは本当に苦手なんだよ。膨らませるかなり無理な体勢からパンチしてきてくる。全然効かねえ。全然効かねえパンチ。頼むよ、ケンちゃん頼むよ。なんでもいいよ、ほんとなんでもいいよ。いやマジで急に眠くなったな。でもさ、じゃあさっきのさ、うんうん、まあ行きたいところは沖縄があってさ、うん、長崎っていう座車じゃない？うん。ある程度日本地図って行ける人？うん。全然ダメ？全く分かんない。広島とかどの辺か分かる？いや分かんない。分かんないか。何が近くにあるとかは何となく分かんないよ。例えば？島根が近いらしいとか。どこから？まあ近いだろう。広島。ああまあ。まあそうね、うん、近い。でもそれはガチ君ともちさんが仲がいいとか。そういうので判断しようすぎないで。なるほどね。そうなるほどな、うん、え、四国4県って言えない人？それは言える。徳島、愛媛、うん、徳島、愛媛、うん、香川、うん、徳島、愛媛、なってる。徳島、愛媛、香川、うん、ちょっと待って。徳島、香川、最後のそこ出なかった。徳島、香川、一番でかいんだけど。愛媛、四国で一番でかいの。ヒント出すよ。待て、岡山違うよね。ヒント出すよ。違う、岡山は上だね。それ上だね。だから上だね。じゃあ一応食い物出してあげる。食い物、食い物のヒント、うん、カツオのたたき。これ大ヒントですね。大ヒントだよね。これは大ヒントです。ああ、分かった、高知。おお、はい、四国はそんなに興味がない。俺でも徳島一回行ってるから。うん、そうなの、うん、穴吹川っていう川で泳いだよ。いつ？あれは4年あ、最近だ。そうなのか、うん、へえ。なんで
え、仕事で？いやいや、まあちょっと。あ、そうなんだ。うん、プライベートで。どうだった？まあ、よかったよ。よかった。あれも祭りも行ったしな、一応。何？向こうで有名な祭り？阿波踊りか。じゃあ、満喫したね。それは満喫してるね。うん。もう確かにもうそれだったらいいかもしれない。でね、その前、なんか香川も行ったことあるんだよな。みんなで。はいはい。うん。うどん県。そうそうそう。食べた。食べたね。有名な店。美味しかった。まあうまかったな。なんかさ、あなたの中でさ、うん、もうここのあれが忘れられないみたいなさ、その地方に行った。あ、食いもん。うん、そうそう。俺ね、それね、実は、うん、実はあんまないんですよ。ない。っていうのは、本当に申し訳ないけど。うん、東京で食えるんですよ。まあ、確かにな。本当に東京で食えるんですよ。だから、でそんな中東京で食えないの何って言った時に、まあパッと浮かぶのは、うん、まあ俺名古屋好きっていうのもあるんですけど、味噌煮込みうどんが東京じゃ食えないんですよ。いやあるんだけど味がやっぱ落ちるんですよ。だいぶ。なるほどなるほど。なんで名古屋で食う味噌煮込みうどんは好きです。はい。あとはひつまぶしも、つまぶし、まあ俺の好きなうなはるっていう店があるんだけど、うん、まあそこはかなりやっぱ。レベルが高い。俺は好きですね。うまいよね。うなはらマジでうまい。そうなんだ。うまい。名古屋に住んでた時ってことは何回行ったかな。え、あ、そう。本当。いやほら、うなはらがいいよって言われてから俺名古屋飛んだから。その後ね。もうしばらく名古屋いたもんね。しばらく2年名古屋にいた。もう2年いたか。2年いた、ね。あっという間だな。6回か7回ぐらい行った。あ、そう。あそこは鉄板ですよ。鉄板なんだ。めちゃめちゃうまい。ひつまぶしは出汁をかけないものなんで、あのね、その話だと2人でもやったんだ。あのね、わかるんですよ。すごくわかるんですよ。あのね、ひつまぶしを頼んでおきながら出汁かけないのがうまいんだ。そうなんですよ。ね、普通の同じじゃダメなんだよね。そう違うの、うん、違うんだよ、違うんだよ、違うんだ。出汁かけないと普通の同じじゃないの。いや、違う、ちょっと違うんですよ。何が違うんですか。あのタレの感じが少ないやっぱり。だし茶漬けにする前提だから。あ、なるほど。まあなんだろう、牛丼で言うと、うん、うな重って、うん、つゆだくみたいな感じなんですよ。まあ例えて言うならば、はい、で、ひつまぶしはつゆ抜きなんですよ。そのつゆ抜きのうな丼状態がうまいんですよ。好きなんですよ。ちょうどいいんですよ。あ、そうなんだ。だから出汁かけたくないんですよ、本当は。はいはいはい。でも俺は言う、プレッシャーに負けてかけちゃうんですけど。ちょっと待ってください。何のプレッシャーなんですか。いや、その、なんか、注文したという。なるほどね。質問注文。まあ、質問節を注文したという。まあ、そうそうそう。ただ、あれはね、本当に、ね、ただのお茶漬けになっちゃうから、俺は普通に食った方がうまいなと思うんだけど。普通に食った方が好き。あ、そうなんだ。名古屋はその2つは特に俺は好きですね。で、九州で、まあ、豚骨ラーメンって言うんだけど、まあ、ラーメンはやっぱ東京でうまい豚骨ラーメンもあるし、そう、ある。うまいちゃん、九州って言ったらやっぱり福岡のもつ煮込みは別格らしいよ。いや、なんだけど、うん、いや結構東京のもつ鍋もうまいんですよ最近。本当ですか。残念なことに、これは本当残念なことに、そうであってほしくない。最強の店行きました。そうであってほしくないんですけど、はい、はい、行ってますよ。本当ですか。はい、有名なとこ行ってますよ。山中屋だっけ。そう、行きました。行きましたよ、もちろん。あ、マジ。はい、あと慶州っていう腕毛おすすめのとこも行きましたよ。あ、いや、うまいよ。はい、うまいですけど、東京でも食えますか。東京もうまいとこあるな。そうですか。うん、あ、そうなんだ。まあ、どっちかって言われるとちょっとあれだけど、うん、だからね、熊本の馬刺しは召し上がりました。あ、ない。それはすごいらしいです。ないな。すごいらしいです。それ食ってみたいな。はい。あとは宮崎の地鶏とかどうなんですかね。ああ、うまいかもしれないね。行ってみるか、この際だから、いろんなところに。そうね。九州ね。飛行機で行きたいね。向こうでレンタカー借りて。休みがなかなか大変じゃないけんちゃん。そうね。あ、でもね、広島は飯うまかったな。あ、そう。うん、広島でしか食えないかどうかって言われたら分かんないけど、うん、好きだったな、その食い物。あ、そう。うん、広島俺に好みに合う、あの牡蠣とかさ。何食べたの。あー、牡蠣ね。牡蠣フライ、牡蠣フライじゃない、牡蠣とか、
うまかった。他にもなんかあの鉄板焼きとか、はいはい、俺の好きな感じ、うん、いや宮城県民ってさあのまあ友達仙台んじゃん、うん、で牡蠣ってさ、うん、三陸産の牡蠣っつってさ、うん、まあ一応売り物なのよ、はいはい、やっぱ宮城県民行ってました、うん、広島には買わないっつって。あそうですか。はい、牡蠣戦争では完全に負けを認めてました、ね、そういうのあるんだ。広島って全一ですか。全一っておっしゃってましたよ。宮城北海道じゃない。それはね釧路ちょっとね、うん、銅はねどうずる。ダメダメダメ。あそこはダメ。食に関してはダメダメ。銅はダメ。禁止カードです。だって銅銅が銅の人が前に俺が働いてた店ってね、うん、さあ食いろんな食材入れてるじゃん。うん、で北海銅からも入れてたんですよ。はいはい、で銅のそこの仕入れてる人がたまたま来てさ店に。うん、でうちの仕入れ担当の人間とこう話したらさ、うん、まあねあのお米でも何でもまあうちが本気出したら全部の食材うちですわ。道民が道民が道民が本気出したら本気出したらそれはねそれはあながち否定しきれないところが恐ろしいよな。ちょっとペットショップ超えてるかもしれないそうなんすわ。言ってました。あそうですか。あまあてかそのやっぱ寒いっていうのがまずねとんでもないアドバンテージだからねそうだね。あ寒いとこってのはな人間とって環境が過酷なとこって本当に美味しいもの多いからね。てかそのほらそもそも動物たちのこの脂肪がさ、うん、ねどうしても増えちゃうからさ、ね、うん、こう寒さに耐えるための脂肪がこうつくからうまいんだよ。どうしたって身が締まって海は終わってるよな。海は終わってる。海は本当に終わってる。海は終わってる。だいつら牛とかもまあ上手に育てて。そろそろ説明。はい、ありがとう。あマジ。マジ？これじゃあね、これはズルします。もう一回左折して左折して U ターンします。この右折はね時間かかっちゃう。うわマジか。U ターン禁止的なやつ。あそこか。までぐるっと回る。あそこだ。同じこと考えてるやつらの集まりじゃないですか。まさかの中央分離帯があるとは。対策済みですよ。あ対策済みだな。やるやる。サカシー、サカシー、サカシーね。てかミスるやつ多すぎだろ。しかしこの U でけえな。まあイオンつうのは田舎でもあればあるほどパワーを発揮すると言われてるから。そんなこと言ってんの。いやもうでかくどん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 もう田舎でもあれば田舎であるほどパワーを増してでかくなるから。それでダイエー潰れたらしいですからね。あそうなの。ダイエーは大体駅前で作ったんですよ。はい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 、はい、で、うん、イオンが確かにダイエーあるから郊外に作り始めたんですよ。なるほどなるほど。したら郊外のそのイオンとかの方が人気が出て、うん、ダイエーがどん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 潰れてもう衰退して、じゃあ戦略で負けたんだ。そう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 、まさに。まあ、でも確かに駅前ってさ他に、まあ、いくらでもスーパーもあるのコンビニ、ね、何もかもあるから、うん、そこじゃなきゃいけない理由ってあんまりないよな。正義？正義ですよ。でかさは。急に折笠さんみたいになった。大丈夫ですか？正義です。急に聞いてました。どうしたのケンちゃん？折笠さんみたいになるっていうのが褒め言葉じゃないからな。絶対に。絶対にこれだわね。褒められてはいないんだ。眠くなっちゃったのかもしれない。いいやつだぞ。そうだね。まさかのケンちゃんが。そっか、でもうまいもん食いてえな。せっかくこの食の国にいるんだから、うん、もう食の国といってもう差し支えないですよね、この国はね。差し支えないと思いますね。食の都というか、もう宝庫ですね。食の国ですね。本当に一強だからね。梅原さんは、うん、お苦手なものはないですか。だから食べ物で食いたくねえなと思うものあるよ。多分水豚とかね、それは本当に食べたくないし、はいはい、まあ、美味しいとは思わないけど、はい、それ以外で苦手なものはないのかな。そう、ゲテモノは無理だよ。うん、もちろんもちろん、うん、いや、もう普通に、普通にない、アレルギーもないし。でしたら、うん、やっぱりもう有名なとこですね、うん、有名なとこで言うと、まあ九州であれば熊本の、馬刺し、馬刺しね、はいはい、で、まあ宮崎地鶏もそうじゃないですか、はいはい、で、大分県に関サバと関アジってとこなんですよ。うまい。美味しいらしいですよ、もちろん。やっぱり
サバ油が乗っててね。豊後水道っていうその九州と四国のその間、うん、かわかんない、そこでこう泳いでるサバやらアジアらしいんですけど、うまいと。あとはえっ、ー、と北陸、はい、富山、そうですね、富山の寒ブリ、寒ブリは冬のブリ、寒ブリ、氷見っていう場所なんですよ、氷が、ね、氷を見ると氷見の寒ブリ、あとは福井のカニ、カニ福井の越前ガニです。ああ、越前ガニ、はい。なんでそう綺麗に散らばるもんかね、うまいものがそれぞれが。おねえ、はい、不思議だね。この辺はブランド食材となってございます。なるほど、はい。なるほどな。あとはまあ先ほど出ましたけど大洗のあんこうです、ね。はいはいはい、はい、別格みたいな言われるのがあったかな。食通をうならせる。まあそれこそ大間のマグロとかって話になってきちゃうから、うん、食ってみたいけどな。高い高いだろうな。だけど土地が土地だからな。大間のマグロ地元に行けば安いだわ。安いじゃない、うんうん、それでもちゃんと金は取られるだろう、うん、ちょっと待って、どこに行くにも混んでるよこれ。左入っていちょっと お願いしちゃうか。ごめんね、これ東京ナンバーだから許してちょ。袖ヶ浦ナンバーの皆さん東京から来たんで私。おのぼりさんです。見えますかこの相模ナンバー、見えますか相模ナンバー。東京じゃないで、大間のナンバー入れてくれた、ありがとう。袖ヶ浦、大間のマグロは東京に流れちゃうらしいよ全部。あ、マジ。でもね、俺もその北海道行った時思ったのよ、ウニ食いに行こうと思って、うん、ちょっと季節が過ぎたら食えなくなってたの、もう終わったっつって。え、ちょっと過ぎただけでだ、うん、そこダメかと思って、うん、しょうがねえからって築地行ったらワンサが置いてあった北海道産の。あれ、この間俺が行ってなかったんじゃないやつじゃねえかやつって全部来ちゃってんのなんかもしんねえけど北海道から帰ってきて築地食ってうまかった、ウニを食べに行ったのに。うまかった築地、うまかった。だから、まあ、それはその現象は結構起きてると思う。起きてるね、各地でな。起きてるね、商売だからな、しょうがないな。なんだろうな、有名なの。あのね、そういう加工した食い物焼いたいとかもんじゃないけど、うん、びっくりしたのは宮崎のマンゴー、びっくりしたよ。あー、そっかそっか、マンゴーそれ有名だね。むちゃくちゃうまかったね。こんなにうまいのマンゴーってびっくりしたね。食ったもんねえな。 あれはすごいわ。高いやつでしょ、あのなんかさ、そう、太陽の卵ね。あ、そういう名前だっけ。そう、あれ1個いくらぐらいする。こっちで買うと1万ぐらいするやつだっけ、うん、えげつなかったはず、うん、うん、えぐい値段する。でもね、あれはうまい、びっくりしたよ。お前のやべえのな、太陽の卵すげえ、どんだけ自信ある。広島の牡蠣もそうだよ、梅ちゃん。あ、そうだ、小ぶりなのばっかだって、現地は。だってえ、そうなんだ。まずでかいのは東京流れで、うん、なんか寂しいな。なんかあれだな、なんか殿様が美女ばっか連れてっちゃったみたいな。あ、本当そうだ、そういう感じだね、うんうん、しょうがないか。なんか逆にだからさ、ちょっとわかんないけど何かっていうのは出てこないけど、うん、この足が速すぎて、鮮度落ちるのが速すぎて、あ、東京に持ってこれない、はいはい、地元じゃなきゃ食えないみたいな食い物があったらいいなと。それこそ、あれじゃない、ケンちゃん一緒にこの間ロッチ行った時にさ、うん、福島でさ、うん、サノちゃん連れてく時にさ、うん、メヒカリっていうさ、あの唐揚げとかで、そう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 、あれは確か足がちょっぱやで、うん、あの辺でしか食えないんじゃないかな。あんまりメヒカリとかって俺提供したことねえよ、お客さんに。あれでもなかったね。あれ美味しいでしょ。美味しかった。美味しかった。だから王道じゃないさ、ちょっと食い物っつうのかな。なんかこう、うん、そんなにこうなんかこう受けないけど、でもこの土地で食うとうまいよみたいな。例えばさ、うん、しらす丼とかってさ、うん、そんなにこう人気のメニューじゃないじゃん多分。そうだね。でもそこでしかというか、ここで食うとうまいよとかいうのは、うんうん、分かるわ。まあまあ食う価値あるなっていうかさ、うん、確かに。東京でしらす丼で注文しないもんな。しない。うん。確かにそれ
やっぱ江ノ島だったら注文しちゃうもん。注文しちゃう。そういうことは分かるわ。分かる分かる。そういう感じでさ、うん、ここでし、まあ、うん、東京にいたら多分食わねえけど、ここでだったら食おうかなみたいな、うん、その年ならではの食い物はありかもしれないな。これじゃん。いや、なんでもない。まあでも大洗のあんこは食ってみたいけどな。簡単に行けます大洗なんて。あ、そう。はい、大丈夫です。全然余裕です。ここより近い、ちょっと遠いです。ちょっと遠い。ここより遠いです。でも大したことないです。近い、はい、ただ、うん、そうですね、なんか知んないですけど、なんかのアニメかなんかの聖地なんですよ。そうなのよ。ガルパン。ガルパンですか。うん、あのね、週末の混み方えげつないんすわ今でも。多分もう旬が過ぎたんじゃねえか。あ、俺が行った時旬ってことですかね、多分。そういうことかじゃないかな。あ、そう、うん、知らんけど。どうなんだろうね。まあ多少はいるだろうけど、もうないのか。じゃあいいか。もともと結構週末は混むよね。混むよ、ほんと混むのよ、あそこ。今でも混むと言ってますよ、うん、やっぱり、うん、すごいんだもん。まだ映画やってんだ。アニメを勧められて1話見て、うん、なんかちょっとちょっと見てないけど、ああでも面白いらしいんだけどね。なんか大体俺1話でやめちゃうから、その、うん、あれって思うと、うん、見続けて見てれば面白いってことあるんだろうけど、うん、いや、あんこう鍋なんてこれからの季節すごくいいですよ、うん、しかも多分雪降らないんじゃないですか、大洗。あ、そう。だから多分タイヤノーマルでいいんじゃないですか。あ、行きたいですね。近いしな。近いです。あとはまあ何があるんだろう。あんまり強くないかもしれないですけど、うん、食材的に、うん、新潟の、うん、な、村上鮭かな、うん、村上っていうところなんですけど、鮭、そこの鮭、はい、めっちゃ珍しいですね。鮭か。じゃあサーモンのなんちゃらとかそういう。まあ、うん、そうだね。うまい鮭ってのかな。まあ身近にありふれた食材だからね。鮭ってな、でも一番食われてるんでしょ。あ、そうなんだ。確か鮭じゃなかったかな。違ったかな。うん。まあ、サバか鮭だろうね。確かね、世界で一番食われてる魚鮭だった気がするな。俺さ、今何時？4時？4時、うん、4時。俺ね、体の中にね、寄生虫がいるの。腹減った。違うの、これ本当なの、うん、多分サーモンの生かなんか食って、うん、寄生虫いるのよ、うん、体に、うん、あの出てこんの体から。うん、え、2メーターぐらい。何、本当に出てくる。2メーター？そう、うん。それ病院に持ってったの。え？うん。ね？うん、ベントともに出てくるね。急に怖い話始まったじゃん。怖くないんだけどね。2メートル？2メートル。そのダメージ。そうです。怖っ。何それ？したらもう病院の人たちがさ、急に怖い話始まってるじゃん。人たちがさ、うん、え？え？これ、え？君からっつって。君からだよ。君からだよな。僕からっつって。何食べたのっつって。うん、いや覚えてないですよっつって。ただ、うん、あの1ヶ月前ぐらいに、うん、その焼きサーモン寿司とか食いましたっつって。はい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 。鮭とか食べたって言うから。うん、いや多分その焼き炙りサーモン食いましたっつって。うん、フリーサーモンかーとか言って、うん、いや学会に発表してる。そう、いや本当そうなの、うん、したらその中でさ、学会で発表したいみたいな人が実際いてさ、うん、もう俺に、ま、なんか俺をヒーローみたいなさ、へどうしたの、どうやってみたいな、うん、そう言われてさ、
どうなったんだっけ。いや、あの虫下しを飲んだんだけど、うん、ね、うん、まだいるの。初めて聞いたの、虫下しっていう言葉。そうなの、まだいるの、うん、定期的に、うん、今僕の体の中で育ってて、うん、2メーターぐらいになると出てくるんだ。また出てくる。うわっ、気持ち悪い。いや、お前さ、だから俺時間とかも考えてさ、言っていいかどうか、お前さ、引き出しに引き出しといて、最後気持ち悪いやめてくれよ。いやいや、だって一応聞いたけど、まだいんの？いると思う。うわぁ。ひどいよ、ひどいよ、人を化け物扱いしてさ。しかもまあ、常人の6倍栄養入ってくるからな。そりゃ育つわな。そうか、確かに。いや、悪かったよ、本当に。ごめんね、あの毎日毎日気持ち悪い話して。いつかは消えるの、うん、知らないげーな。知らないよ。じゃあ今、今何メートルぐらいになってんだろうね。今多分 1.8 ぐらいいるんじゃないかな。もうそろそろじゃないかな。すごいな、それどこにいるの。腸？知らない、多分腸。あ、腸って言ってた。腸ない。すごいな。まあ、こんな、まあ、天国だろうからな、向こうからすりゃ、うん、まあ最高だよな。でもとんでもない量食い物だエデンです、エデン。約束の地ですよね。約束の地。サナダムシの、サナダムシの、いや、サナダムシのエデンが俺すごいな、それどっちかエデンか、俺悪い気しないな。すごいな、大当たり引いたんだな、向こう。そうだよな、確かに。ことあるごとにダイエットっていう女の子の体内に入ったところで、うん、栄養がねえもんな。そうよ。ああ、確かに。すごいね。あれだよ、ゴンタはね、分かったよ、咀嚼力がないんだよ、噛む力が弱い。ああ。噛まないでしょ、あれ。確かに。でしょ、だからステーキ食えねえんだよ。お、噛む回数多くなるから。ああ、満たされる。ああ、そういうことか。で、虫が育つのも多分噛まないでそのまま吸ってんでしょ、あなた。誰がダイソンだよ、おい。噛んでます、それなりに。今日もでも食うの遅かったもんな。まあ遅いってまあ普通か。俺が早すぎないか。ない、あなたが早い、あなた早い、あなた早すぎ、俺が早すぎないか。噛んでる、あなた噛んでないでしょ。噛んで、でも噛む力はね、標準よりちょっとあったんですよ。そんなの測れる。この間そのロッテのさ、うん、あの、あ、そう、はいはいはい、あれで噛む力を測ったら、うん、ありますね。あ、そう。全然噛んでねえのにさ。硬いもの好き？おせんべいとか。まあ、嫌いじゃない。まあ、普段食べないよ、でも。全然食べないけど。普段食べないっていうのはさ、うん、その、そんなに好きじゃないってこと？そもそも。せんべい？うん。いや、せんべい買って食うってないな、別に。あんまないね、うん。お菓子ってさ、買う？買わない。最近は全然買わない。うん。家飲みとかするときにちょっと買うぐらい。昔は買ってた。昔は買ってたね。でもせんべいは買わなかったな。ポテトチップスとか。あなたの中で、歴代最強のお菓子何？まあ、歴代最強って言われるとちょっとあれだけど、まあ、一番食ったっていうことで言えば、うん、ピザポテトを一番食った。ピザポテトだった。一番食った。でも今のあるお菓子だと堅揚げが好きかな。堅揚げうまいね。堅揚げうまいね。ポテチが好きなんだね。そう。あとね、昔クリッパーってお菓子があって、それ大好きだったんだよな。クリッパー。クリッパー。全然メジャーじゃないんだけど。あれ好き？あれダメ？札幌ポテトってわかる？わかるよ、もちろん。ベジタブルとバーベキュアでしょ？およそ。はい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 。俺がベジタブル大好きなのね。ああ。あれはどうですか？いやー、自分から食わないな。あ、そう。あ、自分から食わない。そうか、そんなじゃないのか。カールと札幌ポテトと、うん、そこら辺はあんまり買わないね。あんまサクサクとしたいもん、あんま好きです。そうで思い出したけどさ、最近全く見なくなったけどさ、昔スピンってなかった？あ、聞いたことあるね。あ、え、タイヤのホイールみたいな、うん、あれ、海外のお菓子じゃない、あれ。いや、日本じゃなかったっけな、スピン。なんかそんなのあったよね。あれ好きだったな。全然食ってないけど。あんまり売ってるイメージがない。もうないんじゃない？確かに。あ、そうなの？見ないね。カールですらね、地域限定でしょ。ああ、カールそうなんだ。あれちょっと歯の間に挟まりすぎなんだよな。確かに。
地味に好きなのとしてはオットットが好きだね。わかるね、美味しいね、うまいよなあれな、ね、味、ね、あれうまいよな。あとあ結構食ったなっていうのはあとハードチップル食ったわ。ハードチップルね、うん、はいはいはい、あれうまい、美味しいね。おい、どうした、おい、すげえ、おい、嫁よ、嫁よ、ソファイブの大会には間に合わん。これやばいですね。これはすごい、これはすごいぞ、これマジで、うん、これマジで会話盛り上げないと、うん、眠くなる、マジで3人とも死ぬ、やべえな、これはやばい。これちょっと待って、え、まさか羽田までこれじゃないでしょ、さすがに。知らん、でも言ってたよ、うん、3時過ぎたらえげつないよって。そうなんだ、前に言ってた。そう、これ海ほたるにみんな行こうとしたの、それでそれに、いや、だって浮島まで混んでる。あ、事故じゃない、バカがいたのか。バカだな、これはバカがやったな、これやっちまいましたね、これは。いや、これすごい、マジで動かないじゃん、これすげえな、マジで3000いくら払って川崎まで渋滞になるって。どんな苦行だよ。これはひどいな。すまよ、すまん、これ無理だね。頑張ってくれ大会、うん、配信はできん。あ、配信のあれはないんだ、技術というか知識はないんだ。それはね、うん、あのやっぱりあの嫁さんがやるのはあまり好ましくないって言われてるから、俺が伊豆に、ああ、そうそうそう、これは帰れんな。うん、なかなかすごそうだね。 OK、 おい、ちょっとおい、テンション下げちゃダメ、これをテンションも下げちゃダメ。本当に会話なんか今このピークを超えた感が 出ちゃったよね、この渋滞で。いやー、これは絶望ですね。いや、もう俺本当にだっけなの、渋滞好きなやつねえだろ、うん、いや、もう本当にこれきついな。すげえな、マジでマジで浮島まで全部渋滞。あ、話題募集しようと思って。確かに話題募集しよう、話題募集しよう。2700人いるからな、なんか寄生虫の話はもういいだろ。気持ち悪い、なんでより聞きてえんだよそれを。もういいよ、医学志してる人かな。寄生、どっちが寄生虫だかもう分かんないからな。やめろやめろ。本当だね。そういうことやって傷ついちゃうんだからやめろお前。ここから5km 以上の、いやでもいいな、この夕日が。海の上で見たかったな、この夕日。14キロ渋滞って。14キロか。これがこう走りながらこう流れてたら最高だったね。最高だったね。うん。でももうこの季節、この時間にもうこんな感じなんだね。日没近い感じだね。いや、まあ事故はしょうがねえな。何、事故はしゃあないね。梅ちゃん早く拾ってよ。しけ捨てさなだに。しけ捨てさなさ、しけ捨てさなだに。ひどい名前つけられたじゃん。しけ捨てさなだに。今日一日でひどい名前つけられてんじゃん。しけ捨てさなだに。しけ捨てさなだにって何それ。しけ捨て駅のさなだ虫。わかるよ。それわかるけどひどいでしょ。今日一日でつけられる名前それ。かっこいいなじゃないよ、一生懸命運転してさ。ふぎゃゼロしけ捨てさ。長いな。呪文になっちゃう。いや、いや、そんだけたくさんご覧いただいてる方からちょっと募集しないよ、あなた。いや、一応募集はしてるんだけど。多分みんな聞いてるから。意外とこう。良さげな候補を拾ってさ。でも話題提供って実は一番難しかったですからね。実は難しいんだよな。そう考えるとやっぱ柏木の能力ってさ、バカなんだよな。あ、まあそうね、うん、そこは得意よね。本当に無限出てくるもん、あれ。うん、ちょっとじゃあ LINE したらなんか話題ないです。なんか出せて、何か話題ないって話題出して。ウォッチパーティー見た中でさ、うん、一番の当たりなんだったの？あー、うーん、ウォッチパ、あれ面白かったよ、映画。コロの地。え？コロの地っていう映画面白かった。あ、コロの地？うん。
面白かったね。邦画？邦画、邦画、邦画。へえ。ヤクザもんなんだけど。あ、面白そう。面白かったな。あ、そう。いつ頃も結構昔のやつ。うん、いや、最近最近。最近、うん、最近2が出たかな。なんかそれ聞いたことあるな。あ、2出たんだ。うん、主人公というか主役は誰がやってる？あれはね、ダブル主演みたいな感じだったね。松坂桃李。うん。と、なんだっけ、あの人、あのいつも名前出てこないんだよ、あのヒゲのおっさん。あ、役所広司。ああ、そう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 、うん、よく出てきた。いや、ヒゲのおっさんって言ったから、ね、いくらでもいると思うけど他にいくらでもいると思うけどいや、まあ、最近のヒゲがえぐいから。あ、そうそう、役所広司。エドモンズの女の子とかやめろやめろやめろ、すぐ真似し始めるやばい、今俺真似したくなってたじゃん、今俺超言いたくなってたぞ、今俺もうパブロフの犬状態で出ちゃうんだ。ヒゲの話題で取れると思う。真似したくなっちゃう。真似したくなっちゃうな。いや、しまったな、これ。俺喉乾いてんだよな。俺干からびねえかな。大丈夫だよ。ああ。まあちょっと早くない？今大丈夫だ。あれってでもお台場？あれお台場の観覧車か？あれ。違うよ違うよ、あれ違うよ多分。違う？違う。いやでも。いやでもワンチャンあるんじゃない？うん。あれさ。いや、もっとも、いや、もっと開けてるよ、お台場は。あんなもんじゃないと思うよ、お台場は。ビルだらけじゃなくて、お台場って。あ、そっか。あれ、葛西臨海公園とかじゃない？葛西臨海公園に観覧車なんてあるの？あるよ。へぇ。俺、財布落としたもん。どこで？観覧車の中で。え、うん、いや、もう、梅ちゃんたちと行ったんだよ。梅ちゃんとか何人か、5、6人で。あった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 。懐かしいな。なんだっけ？日。日の出？日の出？日の出の時間を調べて、うん、元旦の日の出に一番上になるように時間みんなで合わせて乗って、うんうんうん、で梅ちゃんがもう怖がっちゃって、いや、うん、ほんとこの人下見れないからさ、高所恐怖症やから、うん、そう、いや俺でもダメだ見れねえよとか言って、日の出せっかく見に行ったのに。いや怖いの苦手でね、高いの苦手で。あ、苦手だよね。なんでなんだろうね。だから言うならあなたとかはもうほんと富士急ハイラなんだ。でも何の意味もないってこと。意味ない。何も乗れないし。全く意味ない。だって俺ディズニー行って射的ずっとやってんだから。ディズニーランド行って。すごいよな。射的2位になっちゃうんだから。全くディズニー行く意味ない。射的2位になっちゃう。全くディズニーに行く意味ないんだから。キャラクターがまず好きっていうのがないでしょ。ディズニーのキャラクター、うん、まあないね。にしてもさ、キティちゃんだろうなんだろうないね。まあ本当にちっちゃい頃は好きだったらしいけどね、うん、結構ね、うん、好きだったらしいっていうか好きだったと思うよ、ミッキーマウスとか、いや仮面ライダーとかウルトラマンとか、仮面ライダーの方は結構好きだったっぽいね。あ、でもまあ今ではもう全くっぽいねっていうか、うん、好きだったような気がするね。そういった意味であんた本当ないよね。ガンダムも別に好きじゃないし。あ、でも子供の頃は好きなキャラクターは、うん、いいたはいたよ。例えば、うん、テリーマン好きだったんだよな。そう。あとはテリーマンなんだ。テリーマン好きだったし、あとキタロ。あ、キタロ。なんとなくその2キャラはね好きだったの覚えてるし。うん、あとは何だったかな。なんかあれ、なんかミッキーじゃねえんだけどさ。うん、なんかそういうアニメ。ドナルド？ああ、バックスバニー？違う違う違う。なんだっけ、ワイリーコヨーテじゃなくて。ああ、ロードランナー。いやいや、バックスバニーでしょ。うん、バックスバニーじゃなくて、うん、あのさ、ほら、スヌーピーか。スヌーピー好きだったみたい。あ、そうなんだ。うん、結構スヌーピー好きだった。うん、でも好きだったみたいってことは自分の中での記憶はないんだ。なんかでも好きだった感じはなんか覚えてる。あ、好きだったなみたいな。でもそんぐらいかな。これさ、3人共通してると思うんだけど、うん、収集癖ってなんかある？2人とも集める。ああ、今までの人生で。俺はない。人生でね。人生、ああだ、まあそのビックリも集めたことある？ないけど、カード出すだけあるな。あ、スト2のカード出すだけ全種類集める。ああ、スト2のカード出すか、うん、だけで集めた。お前は本当そこに対する忠誠心すごいな確かにな見上げたもんだよそれは。うん、ああ、それは一応なんか
集めたな。あ、それはすごいな。うん、そんだけかな。でも他に何か集めたっていうのは、いや俺も全くないんだよ。これも何かあるかな。ガン消しぐらいか。集めたの？当時は結構集めてたと思うよ。あ、そう。あんまり記憶ないけど。あとそのいや要するにさ、集めたいなと思った年頃の時に金がないから実現しなかったっていうのは。あ、確かに。で、大人になるともうそういうのに全く興味がなくなっちゃって、なくなっちゃう。タイミングの問題よね。これ逆だったらもしかしたら今頃すんげー集めてるかもしれない。あ、もう興味ないからさ。当時はあったよ、ゾイドのあれ全部欲しいなとかさ。あった あ, あったよ、あったんだ。ゾイド全部欲しいなとか。あった、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 あった。けどやっぱりあのウルトラザウルスとかさ、はいはい、ね、買ってもらえないの、高いのは。高い。だから俺サーベルタイガーで我慢した。あれ2キュッパぐらいだったからさ。そうだね、あれは買ってもらえたのよ。あー、サーベルタイガーって1500円ぐらいじゃなかった。もうそんな安かったっけか、うん、安いから買ってもらえた。あ、じゃあまあやっぱ欲しいって気持ちはあったんだね。あったよ、あったよ。あ、そうなんだ。また忘れちゃったよ。なんかあのトリケラトプスのやつなんだっけ。え、名前は出てこねえだろ。名前はどうしたよ。名前出てこねえだろ、それじゃあ。覚えてない、ゾイドは覚えてないわ。俺アイアンコング持ってたんだけどさ。うん、今すごいな。あれはめちゃめちゃあのプレミアついて高いんだよ。あ、そうなの。うん、へえ。まあ、もう特に家にないけど、それ持ってたらもったいねえなと思ってプラモは結構好きだったんだじゃん。うーん、あれプラモっていうよりさ、なんかちょっと違うじゃん。プラモっていうほど作るの難しくねえんだわ。だから、まあ、あれはゾイドだね、うん、ゾイドっていうジャンルだね、プラモっていうか、うん、そう。今でもあんのゾイドって。いや、もうないんじゃない。ないよね。組み立て簡単だから。あれファミコンの、ファミコンのゾイドもやってたよ俺。ワンツーやったね、あったっけ、あれね。こんなゾイドだった。サラマンダーとか使ったわ。うん、ただね、うん、どうやったらクリアできるのか全く分かんない。全く分かんなかったね。うん、あ、全く分かんないね、あれね。全く分かんなかった。クリアあんのっていうか、あれ。いや、知らん。なんかどっか途中まで行って、うん、仲間を集めてくんだっけ、少しずつ。なんか覚えてないんだけど、なんか途方もないっていうか、うん、何の当てもなく食べさせられて。うん。クリアできねえなっつってやめて、でもまたゾイド好きだからやるんだよ今度こそ。あと、もうやるんだけど、またなんか当てもなくさまよわされて、その繰り返しなんだよな。あれだよね、向こうに敵が見えてそれに対してこう、あ、ゾイドあんだって。スターラスターみたいな。なんだ今でも。ゾイドあるらしいよ。へえ。うん。俺一応動くゾイド持ってたからね。そんなのあんの？あるよ。電池入れて動くのよ。あのサーベルタイガーとか安いのは動かないんだけど、うん、高いやつある一定以上高いやつになると電池入れて、うん、そう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 、だって結構なバックしたよね。それなりに高かったよね。どういうことだと思うよ。高い高い高い。だからまあ当時好きだったけど、やっぱりお金の問題で諦めたっていう感じだね。なるほどな、うん、アイアンコングのライバルがゴジラスだもんね。よく覚えてんな。覚えてる、覚えてる、うん、ゴジラス、ゴジラスってさ、要するにあの味方の方ってことだよね。そうそうそう、ああ白い方。ちゃんと必ずなんかライバル機みたいな。あー、サーベルタイガーはシールドライガーだっけ、帝国と。ああ、そんなんだった、そんなんだった。うん、味方側なんだよね。味方がシールドライガーで、うん、で帝国がサーベルタイガーだった気がする。ああ、そうだっけか。だったっけな、なんか、うん、なんかね、どっちか忘れちゃった。うん、帝国とかあったね。そう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 、2つにはストーリーがあるんだっけ。なんか、なんか、うん、ざっくりな。うん、あとトランスフォーマー好きだったな。ああ。だけど、俺ってコンボイって殺されるんでしょ？え？うん。そうなの？なんかあのさ、コンボイってリーダーじゃん。うん。でもそのリーダーとは別になんか巨大ロボみたいのがいるのよ。うん。そのまあ両軍にいるんだけど。うん。でなんか敵軍のね、でかいやつにコンボイ死ぬみたいなストーリーが。へえ。うん、聞いたよ。うん。なんかさ、主人公が死ぬって言ってさ、うん、変な興奮しない？うん、まああんまなくないでも。俺ウルトラマンが死んだ時さ、ものすごい興奮したの。その今ゼットンに殺されたってそう。で、あれでゾフィーのブランドがグッと上がったもんね。確かに。逆に。そうだね。うん。ゾフィーすげえってなんなかった。ああ、なった。うん。だそれまではだってウルトラマンが最強なわけだもんね。うわ、まあそうね。綺麗よこれ。素晴らしいですね。うん。一日が終わる。やめてよ、なんかサザエさんタイムみたいになっちゃうの。あ、そっかそっかそっか、そう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 、ケンちゃんはね、そうだな、かわいそうにもう何年もそういうのに影響されずに生きてるからね。かわいそうに。誰だっけ、あれ、ん？ゼットンか、で、あの、勝ったやつが。そうだよ。
なんだっけ、一丁堂の炎だっけ。そうそうそう、その話あれ面白いな、探してみようか。なんか最後あれだっけ、リカオさんがペンシル爆弾だっけ、なんかこんなさ、うん、爆弾みたいな。そうそう、最後は爆弾で死ぬのよ。へえ、そう、最後は地球防衛軍のそういう秘密兵器みたいなね、やっつけた。あの人も YouTube やってる、知ってる。誰？そのあの柳、え、あ、有名な人なの、その人。あの東大のあれだよね、理科の、あ、あ、柳田、柳田理科を、あ、空想科学、空想科学、そうそう、あ、そうなんだ、あ、有名な人なんだ。いろんなので、うん、誰々の何々どれぐらいなんだみたいなことを今は結構やってるね。やってんだ。やってる、ね。あれ面白かったな、あれだって、お、俺があの話し始めたのって、うん、あれ何年前ぐらいなんだろう。トヨポンがやたら面白がってくれたんだよ、あの話。いや、あの話はめっちゃ当時めっちゃ面白かったよ。めっちゃ面白かった、うん、当時なかったもんね、空想科学っていうのがね。当時なくて、なくて、うん、お前だけが多分その番組見てて。もともとは佐野ちゃんが見てたんだよ。あ、佐野か、あ、そっかそっかそっか、うん、あれ本あったもんね、多分家探せばあるな、2冊か3冊。くったらねえことは大真面目にあの教授が言うのが面白いんだよな、うん、あの人は大真面目に、うん、なんかやっぱキーワードは月っぽいんだよな、うん、月なの。だから一番最初にさ、でその番組でさ、うん、教授がいてパネラーがいるじゃない、うん、でクイズ形式なんだよ。で今までのそういうアニメ、あの特撮、うん、そしてこう漫画とかで、うんうん、一番の必殺技は何だと思いますかっていう質問なのよ、うん、そしたらやっぱこうピンポンとかでさ、うん、こう書いてさ、うん、その孫悟空のカメハメハとかさ、うん、わ、悟空のカメハメハいつとか言ってああどのシーンみたいな。なるほどね、なるほどね、それ大事だね。そうすると、うん、違いますとか言ってブーとか言って、もう大したことないやつだともう説明すらしてくんない、うん、で、そこであのピンポンつって、あのカメハメハつって、うん、誰ですかとか言って、うん、ジャッキーチュンみたいな、うん、おみたいな、うん、いつつったら、悟空が大猿になって天下一武道会で暴れて、うん、致し方なくカメハメハで月を壊すシーンがあるんですよ、うん、ね、でまず月っていうのが出てくるんですよ、うん、で惜しいみたいな、うん、確かにいい線いってますって。あ、まあね、ね、うん、あの月吹っ飛ばしてるからね。そう、うん、地上からビームを、手から出したビームで、うん、月を破壊するに至る威力はっつって、うん、そのとんでもない、なんてなんか、ね、出てくる、うん、これじゃないんですって、うん、で惜しいですって、これヒント惜しいみたいな、うん、でみんなあーみたいな、でピンポーンっつって、あられちゃんっつって、うん、いいですねっつって、うん、どこっつったら、あられちゃんはティラノサウルスを投げて月を破壊するらしいすごいよな、すごいっす、うん、でこれのすごいとこって、うん、ティラノサウルスの質量を維持したまま、うん、大気圏を突入することがすごい。燃えちゃうって。そう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 。うん、そう、うん、ティラノサウルスの質量を損なわずに大気圏を突破するスピード、うん、さらにそれが月に命中して月を破壊する威力、うん、これはまあちっちゃいからね、そのティラノサウルスはね、月から見たら豆粒みたいなもんだからね燃やさずにいって、うん、でもまあそれが全部違いますと、うん、じゃあ何なんですかって話になって、うん、ようやくそこでゼットンの話が出てきて、うん、ゼットンの炎、うん、皆さん、うん、何とかご存知でしょうかっつって、うん、えっ、ー、つって、やっぱり温度、すごい高い温度ってさ、みんなあんまりイメージないんだよね、うん、あのじゃあ何でしょう、1億度とか言って、うん、でやっぱり ある程度学外のやつに笑われるわけよ、うん、1億度ってあの太陽の表面温度8000度ですよとか言ってさバカですかみたいな感じで笑われるわけ、うんうん、あそっか1億度、そっかとか言って、じゃあありえないかとか言って、じゃあ円谷さんが設定したのが1兆度っていう、うん、炎で、うん、よろしいですか皆さんって、1兆度の炎が今私の手の中で一瞬、ほんの一瞬、1兆度の炎がポッて生まれたとしますって、銀河系が一瞬で消滅しますってそれをウルトラマンに浴びせ続けた。これはウルトラでもさすがに